はい、できました。鶏胸の、バターボンと、漁師汁、コチとカツオと、ハマチの漁師汁、以上で食べたいと思います。写真には映らない。どう、味おいしい、いけてる、いけてるらしいわ。ということでね、あっちゃんもいただきます。お茶から、もう汗だくだく、熱いわ。ちょっと待ってね、ではいただきます。3発いこう。ではまずちょっとお汁からな。うまー、これね、これはカツオ、じゃあこれハマチ、これカツオ、これコチ、何分からへんわ、これハマチ、じゃあこれマグロ、ハマチ、え、皮ついてんの、ハマチ2つ切れるよ、こっちにマグロ、あれがない、あ、これだ、うん、カツオ美味しい、いただきます。うん。パタパタ行こう。おお。あのね。胸やのに全くパサつきなし。ちょっと。おいしい。うん、正解正解。意味お口になるよ。深いの？もっと下げてな。サミストリート。熱い。何これ？ドッキリ。ドッキリ。しょうもないな。うん。思うないな。うん。外国人は日本の技術。マグロ切り包丁。これいいや。あんなんさ。一冊一冊ごとに。うん。刀や。なんで刀できんの？でわざわざ刀でいかんとな、やっこいね、身が。だから、こすってあかんねん。いっぺんで引かなあかんねん。そうな。うん。絶対これ使わなあかんねん。絶対よないけど、崩れるんよ。でこの原理な。じゃあほら、一回で引いたやろ。うん。あれかな、うん、あれちゃんと身が崩れんねん。え、吹くの？うん。これプロの技な。かな。おのけんとさ、うん、有名人とかがさ、うん、トラックケース動いたりするのはさ、うん、もう絶対ドッキリってわかるやん。うん、わかるな。顔面綺麗やったら高くねんね。うん、一刀両断、一発で切らなかったね。失敗したら薄く引っ張りだと。そこだけ、うん、ドミニク、ドミニク、ドミニクがちょっと走りやん。重いな、マグロキープチンパッチ持ってるやん。あれびっくりぐらい高いねんで、うん、片刃やん。そういうことな。片方しか削ってないってこと。うん、片方しか削ってない。出刃包丁もそうやね。あれって広がるからあかんの。うん、断面をきれいに。入れ方下手くそなんじゃん。片刃は使い方があんねん。まっすぐ入れやな、彼女さん。まっすぐじゃなくて、そうなんや、うん、すごいねんな、うん、でもやり方さえ分かったらって感じ。分かったらあのな、長い包丁な、50万とかするんだ、30万とか50万とかするんだよ。安安ないよ。え、安包丁、あれだよ、コーナー行ったら2800円で、高い包丁で。いや、包丁50万言うてもさ、こんな一生使っていくのよ。減ったら言うて、そんなマグロさ、何百万儲かるよ。
いやでも、じゃあそれ釣った人だけ儲かんの？切る人は？切る人はそんな儲かれへんの？儲かれへん。綺麗に切っても、うん、マジで、うん、じゃあいらんの、うん、そうやったら切る YouTuber の儲かんの？もしかしたらこれ職人やから切ってもらうだけで100万とかなんやろ。じゃあ帰りな。これを半分切るの、うん、これだけでも何万やろな。安い。186kg のマグロ、186kg のマグロって何本や。1本100万超えんじゃん。すごいな。うん、まあ、躊躇なく行くな。なこで躊躇したらあかんね。パプラやな。斜めに見えたけどちゃんとまっすぐ入ってる。おい、お茶飲んだりとか入れたりしてる間に肉ほとんどなくなった。足らんだ。肉だけ食いやがる。ほら、食ってるって言いながら肉だけ食べてや。大根めっちゃ味しいで、美味しいからな。で、大根も食べてるって言ってから大根選んで食べんの、ほんまいらん。で、色食ある。仲間今日食わんようにしてんやんか。だから大根も食ってるって言って大根取るからさ、めっちゃ気色ない。わかる。肉ずっと食ってると思ってさ、大根も食ってるって言ってから大根取るのが一番良くない。大根も食ってるって言って人参食べんのがいいんや。偽装工作です。なんで偽装工作じゃなかった。じゃあ気持ちの問題で。こっち微妙やな。大根も食ってるよ。漁師人としたら、ま、カツオが美味しい。ま、まあ、ハンマジも美味しいけどね。今から人参食べる。今から大根食べる。デコンデコン。今から豆腐食べる。豆腐屋さない。今からみかん食べる。豆腐屋さないってなんだ。あんなでかいのできんの。潰すことなくて、うん、多分あれやねんわ、うん、でかっ。いやいや、見栄え的にええと思うな。うん、右に行けば行こうとしようね。しようなってみよう。うん、映えを狙ってんねやろ。あ、今下品なことしたで。うん、これしたで。手で受けたらあかんねやろ。あ、もう下品の極みやねん。そもそも落とす前提で食べやんといて欲しくない。ごめん、汁落ちるから。あ、醤油が落ちるからじゃん。でも醤油手に落ちたらどうやって醤油するの。舐めんで。でもそれ方の方がない場合も効かないや。俺は拭き取るけど手で受けんなよ。楽しいやね。え、まぐれな。茶碗と拭けるな。これ茶碗ないぞ、お前。そしたら茶碗もらうもらうんか。じゃあ受け皿もらうか。受け皿でもあれ面白い。面白い。受け皿だけに受けるっていうか、あ、面白いな。最悪や。俺は大根で食べやがった。そんなもっともらっていいか、うん、どんだけ更新されんの。楽しい。鶏胸のバタパン。最悪同じくらい。取り合いになるぐらい美味しいみたい。この汁かけためっちゃ美味しいじゃん。ご飯まだもうちょい残ってんねん。なんかこいつ、黄身ごろんばやけ。黄身ごろんずらずれてる人じゃん。しょうもな。誰やっけこれ。黄身ごろんじゃないやん。ちょもんなかったやん今の。さらっと飛ばしたけどなんかもんなかったやん。え、なこ拾ったったかん。え、誰やっけ。解体よと解体を足したんじゃん。ミマルや。何も思んないやん。うん、黄身ごろもと違った。味噌汁変なにおいせへん。めっちゃ濃くね。いや、匂いがするけど味がめちゃくちゃ違うし。いやいや、美味しくない。そうやん。めっちゃ美味しくないよ。そう、めっちゃうまいよ。舌もジジイ化してんじゃん、うんうんうん、これは海の味やん。海の味嫌いやわ。じゃあもうこれ海のも食えへん。明日マグロ買ってもね。そうやないよ。明日本マグロやで。なんでよ、あれね、買いたいでしょ、ニンニクって買いたいようになって書いてくるね。いやな。なんでよ。セッタもええや。ご飯食べられへん人には見てくる。じゃあ俺、片ばみが洗って食っとくわ。片ばみ？あるん
ったので、ランタンなかったわ。ランタン美味しいな。食べとけや、買って毒性やんね。変化出てきてるこれ、魚炙って入れたら美味しいかもからね。何があちゃん、漁師人好きやな。カツラじゃない、カツラ何をして、カツオが美味しかったわ。こっちって美味しいから、こっちってすごい出汁も出るし、美味しいなと思うけど。チェーンソーやってさ、これ漁師ねやか。くそ、なんで聞いてんのよ。なんで聞いてんのよ。究極にお前が育てたんちゃうやんって話やん、え、七味入れたらまだマシになるのかな。逆に聞いて、太陽生産味がひどくてもう空気になれへんねん。七味入れ聞いて、太陽生産ああ、待って、やってもらう大量生産や、要は何年もかかってる、育ってる。なんで何年ってことは9年未満って、10年未満ってことじゃん。やった10年で1回やろ、何十年、何百年とかやろ。なんで小枝植えてもできへんの。鮮度があるやん、植えてくれたの。何そうやったら、なんであれな、桜とかやったらどうやってすんの。でも、鮮度さんが植えてくれた。なんで桜の小枝植えてできへんの。いや、植えて育ってくよ。まあ、大きくなるには何年もかかる。七味をかけたら美味しい。桜が植えたっていうのはどっちかっていうと植え替えやんな。うん、次いいとか味噌汁が美味しくなかったから今大根食いたい。なんであんな美しさ感じてんの。結局皮むくやん。熱っ。子供にはちょっと不評やった味噌汁やけど、あっちゃんはすごく美味しかった。なるほど、漁師汁はめちゃくちゃ美味しいんやけどね。美味しいわ。じゃあ、溶けよ、じゃあ。パタポンが美味しすぎた？あ？パタポンが美味しすぎた？あ？バタポンが美味しすぎたんかいって言ってんの。違うよ、味噌汁が美味しくないよ。なんで？ほんままじ。ってことでね、反抗期の坊ちゃんたちは面倒くさいでございます。はい、ことでね、まずくても美味しいって言うとかな、言うとかな、動画上美味しい美味しい言うとかな。美味しいはい、ということで、今日のあんちゃんのうまそう、うえ晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさま、美味しかったです。はい、ということでね、この後何かまたデザートを食べてゆっくりゆるゆる、土曜日を過ごして、朝からお風呂入ったけどまた汗かいたからね、シャワーでもして、で、今日夜せライブしよう、ということで今日のあちゃんの晩ご飯この辺で、汗がもうなんか髪の毛が悲惨なことなんで、ほんまも夏が嫌だわ。夏好きやけど。ということで今日のあちゃんの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。